バッファローエクスチェンジ通り駅はニューヨーク州バッファロー市エクスチェンジストリート75にある駅である。もともとニューヨークセントラル鉄道によって建設された。バッファロー市にあるエクスチェンジ通りにはニューヨークセントラル鉄道の駅が4駅あり、当駅は1880年に3番目の駅として建てられた。しかし当駅は1935年11月13日に 廃止された。現在の駅の建設は1949年に始まった。ニューヨーク州は高架橋の建設の一部として駅建設に対する資金を提供した。総費用は700万ドルであった。駅は1952年8月2日に開業した。駅はもともとニューヨークセントラル鉄道とトロントハミルトンバッファーロー鉄道の列車が停車していた。 当時の駅は伏線構造であり、古戦橋で結ばれた相対式ホームがあった。駅の盛況は第二次世界大戦後すぐに衰えた。1962年、ニューヨークセントラル鉄道はナイアガラフォールズ駅への旅客事業を停止し、当駅の業務も休止した。1977年10月29日には、アムトラックはニューヨーク州のグランドセントラル駅と、 トロントユニオン駅間の旅客営業運転を復活させた。それに伴い、駅も再開業したが、線路は単線で一本のプラットフォームと個線橋はなくなっている。アムトラックの停車する列車は下記の通り。駅はバッファローメトロレールライトレールのエリーカナルハーバー駅とセネカ駅から約2ブロック離れている。また、ファーストナイアガラセンター駅に近い。 毎日高知、USA バスが、当駅からダンケルクとフレドニアを経由して、バッファローメトロポリタン交通センターと、ジェームズタウンカーを運行している。エリー湖の南東の海岸沿いの地域で運行している。ありがとうございます。